朝ラッシュ伝わったんだね。びっくりした今日。たくさん人の発見びっくりしたんだね。びっくりした。嬉しかね。そうね、明日までだけんね。ちょっと。パーナイナーイ。パー。見納めだけんね。明日でとりあえずね。なとりあえずお会いさせば先にしようかね。はい。皆さん、こんにちは。
けど、すいません、ありがとうございます 笑い事じゃなかったよ、あなは。では私から読み上げてよ。ツイッターツイッターじゃなかった、見た私は、写真がツイートだから笑い事じゃなかよ。なお、クマも読み上げてよかったかな、私から。はい、じゃあもっとね、はい、じゃあクマモン書きました。じゃが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 じゃニコニコは数字で書いとんで、恥ずかしか、そのこと言われたら、そのこと言われたら恥ずかしか、ごめんごめん。じゃあ後でですね、皆さんぜひですね、くまモンにメッセージをどんどんまた書いてあげてください。楽しみにしてます、くまモン、よろしくお願いします。はい、ということで皆さんからね、昨日はもう昨日に引き続きたくさんね、笑顔とね、嬉しか気持ちばもらって、くまモンもなんかでお返しせなんね。そこらへん、どがんを持っとるとくまモン、そがんたいね。はい、じゃあ、くまモンから、ちょっと皆さんにお尋ねっていうか、ちょっと問いかけがあります。今日は何の日ですか？わかる人？あら、二人手が上がった、何人手が上がってます。はい、では今日何の日ですか？大きな声でお願いします。すいません、毎回解かないので。かき氷の日、かき氷の日、さあ、僕も知らんそうです。あと問いかけてから。あれ、昨日分かった人、分かった人、はい、じゃあ土曜のうなぎ、はい、うなぎ、うなぎの日、土曜のうなぎ、土曜のうなぎは牛の日、昨日だよ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 。あれ、なんで私が今責められたの？あれ、あれ、あれ、
したチューってね。なあね、くまもん。じゃあ、ハッピークマモン、初めてっていう方もおるけん、簡単にご説明しようかね。はい。じゃあ、ハッピークマモンなんですけれども、大きな声、あ、くまもん、リズム取って。ごめんね。大きな声ね、くまもん。そうそうそう。大きな声ね、くまもん。小さな声ね、くまもん。元気な声ね、くまもん。くまもんを何度も呼んでいただくところがありますので、お友達も大きな声でね、呼んであげてください。で、2番に入ると、はい、動物がですね、ちょっと、3種類ぐらい出てくるんですよ、動物が。クマモン、ご紹介はしようかね、せっかく。え、いい、僕知っとるでしょ。わからないじゃなかった。あんた何回も踊ったと思っとったね。1、2、3、なんだ、数え方の意味がよくわからんけど、あんたいっぱい踊っとるでしょ。わかるでしょ。ご紹介はしよう、ほら、お友達にご紹介はしよう。うん、OK。じゃあまず出てくる動物ですね、わかった後は、じゃあ大きな声でなんとかって言ってあげてね。わかるまでクマモンせないよ。 OK？ わかってもらうまでせないよ。大丈夫、お友達はすぐわかってくれるけんね。 OK？ 頼んだよって言ってるよクマモン。じゃあ見とってね。いきます、最初に出てくるのはぴょん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 、分かったかな？ぴょん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 、うん、あら、なんか聞こえてる。うさぎさん、正解です。お友達に拍手をお願いします。よかったね、クマモン分かってもらおうって。あとはね、前進しすぎたろ、だいぶここ削っとったろ、ぴょんぴょんって汚れとらん。よ、OKOKOK です、 OK です、バッチリバッチリ。じゃあ次の動物いきます。じゃが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 じゃん？ドスン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 、あ、聞こえたけど。タイガー頭よかね。あら、さっきお友達何言ってくれたかな。はい、大きな声どうぞ。はい、ゾウさん正解です。拍手をお願いします。それ長いお花で、あおーですね。そがね、すごかね、今歩いただけよ。すごかね、クマモン。うん、僕がすごいんじゃないって。お友達がね、タイがすごい。びっくりしたね、クマモン。はい、じゃあウサギさん、ゾウさん、じゃあ最後に出てくる私、こっち、こっち、あ、お、ここ、ここ、はい、はい、どうぞ。お姉さんのこと、そうです、お姉さんなんでしょ。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ、クマモン。もう何のお友達のせいじゃなかゴリラ、ゴリラって言われちゃいましたけど、正解はクマモン。そうです、お猿さんです。いや、お猿さんの方がまだ可愛かった、可愛かったんだよ。ゴリラゴリラ、クマモンが小屋までするけん間違わさしたとよ。もう、その間違いは狙っとったろ。あ、いつもこんな怒っとるって。怒ってない、怒ってないです、全然優しかですよ、いつも。いや、そんな思いっきり振らんでよかった、いつも優しかった。おや、おごとらんない、いつもおやに、おごとるってね、大が失礼な言葉言わず、もう知らんよ。ああ、もうお昼時に
らん知らんけど、熊本を増やしてお話ししよったらだいぶ時間のなってきたけん、ハッピーカーボンが驚